した話？馴れ初め？馴れ初めはちょっと恥ずかしいっすわなんかなんで？結婚か。でも近いっすもんね。僕らどんぐらい違います？1年ぐらい違うか。でも結婚したのいつ？20年の21年か。21年の1月です。1月8日。俺21年の11月18だから。あ、いや同じ年なんですね。同じ年だ。きっかけあるんですか？でもう結婚するつもりで、あの付き合ってくださいって言ったもん。付き合う前にも。何年ぐらい付き合ったんですか？付き合ったのは1年ちょっとで。1年ちょっと。どこの知り合いですか？大学？全然違う。高校？ちょっとこれ恥ずかしいよやっぱり確かに全然高校でも何でもない。恥ずかしいですよねやっぱり。そうなんだよ。でもあれですよね、奥さんサッカーしてるんですよね。してたんですよね。してた。そこの三型ウン。すごいな。三型ウンで新平とかと試合したことあるらしいよ小学校の時。中学2年生の新平と。へぇ、ケータとかかな。じゃあ本当アスリート、アスリート夫婦ですね。もうだって普通にコロナ時期も一緒にトレーニングしたし、はい、走って、走って、それめっちゃ羨ましいっすわ。日産にもらったフィジカルトレーニングを俺がやってたら嫁もやりだし、一緒にやってサッカーもできるしね。全然2人で。それ羨ましいな投げてくれるよボールきっとねタイミング分かってるから。で僕もう1年も経たないうちに結婚しちゃったんで。早いね。結構近いっちゃ近いな大悟くんと。その感覚では。で僕は京都に来るっていうきっかけがあったんで。俺あれだもん、紹介 してもらおうとして一回断られて。断られたんだ、うん、でそっからそっからまあなんやかんやあって連絡こぎつけたのが SNS だからあんま恥ずかしくて言えないよこれちゃんと出ますよ別にもう恥ずかしいことじゃないっすよ。 SNS も確かに結婚してるしね、うん、だいたい僕も最初は SNS なんで。その後とかはね、最初に連絡取ったのとか。うん、何 SNS って。そんな詳しく聞くそれはやめ。まあはい、そんな感じだったんで、まあ、本当に似てるな。でもじゃあもう基本オフの日とかは2人でどっか行くみたいな感じですか？うん、もうだからもう もうどっかしら。結構2オフとかあったらもうすぐ旅行行ってますよねでも近場ね。近場で、まあ軽く。どこがいいですか？近場でどこがいいですか？最近行ったのは天の橋立とか行ったし。ああ行けてないわ。あとあれが楽しい、グランピング。キャンパーだから俺。言ってたね、グランピング。キャンパー。いやキャンパーって言えないですよ多分それ全部準備したんでしょ、うん、何も持っていかない。え、食材は？食材もある。食材もある。ある、何もいらない。コンロもある。うん、寝るとこもある。ベッドもある。でも普通の部屋っすもんね。ホテルじゃん。エアコンもある風呂もある風呂もある。ああ、だいいグランピングって犬も行けるんすか？行けるとこあるよ。そっか、天満犬もいんのか。ワンちゃん2匹いるんで。2匹か。あ、そうだ。そうなんですよ。かわいいっすよね。で子供も生まれて。でもなかなか犬とかいたら出かけれなくない？出かけれんの？いや、場所を選びますね。でももう京都は行き尽くしたの多分。ええ、おすすめ教えてくださいよ。むずおすすめ京都に泊まることはないですよね。でもないね。あんまりないですよね。あれプロポーズした時ぐらい。はいはいはい。どこが効く？どこっすか？プロポーズしたとこ。嵐山。嵐山。嵐山。ああ、そうだ、俺聞いてたわ去年。その前も初デートが嵐山なんや、うん、それでプロポーズも嵐山にしたと。わ、誕生日の日な。ロマンチックっすね。なんか考えました。結構結構考えた。でも僕は竹富島に行きたかったんですよ沖縄の、うん、なんかもうほんと自然豊かな牛みたいなとこがいるところ、うん、行きたくて予約までして行こうとしてたんですけど、1ヶ月前ぐらいでコロナがまた流行り、なんか2回目のコロナがまたいっぱい流行りだして、うんうん、キャンセルして、ほんとどうしようどうしようってなってサプライズで予定してたのにできなくなって。でも結局はお兄ちゃんのお店。え、そうなの？お兄ちゃんお店やってるんで、東京でお店やってたんで、その時はそこでゆっくりディナーして東京で泊まったんかな、ホテルで。はい、ホテルで。
プロポーズしました。ひざまずいて、しっかり映像をちょっと作って、映像作ったって言ってたね。ひざまずいてないです全然。ちょっとだけ今までの思い出映像を作って、それ見せて文字入れてはずいんだけど。はずい、はずい。花は花、いや用意してないです。ほんと指輪だけっす。指輪だけ、うん、まあでもなんていうんですか、もう分かってたんで、お互いに。確かに、ね、そんなめちゃくちゃサプライズじゃなかったんですけど。俺分かってたけどバレたくなかったからな。絶対バレたでしょ。いや俺誕生日の日にさ、うん、奥さんの誕生日の日に泊まってさ、はい、誕生日プレゼントでカモフラージュしたんや。はいはいはい。でも今日は誕生日プレゼントあげたよみたいな感じで、はい、次の日が誕生日だったから、はい、その日付回るときにプロポーズして、そしたらやっぱ騙されてた。おー、うん、泣いた泣いた正解ですね。泣かしたら勝ちでしょ。もう勝ち、はずいなその話。ここで改めて気づかされたよね、やっぱ戦えないとダメだな。マイ選手なんてゴロゴロいるし、あこれやんなきゃなって。で今京都の15人と、もっと頑張らないとダメっすわマジで。